はい、ということでね、改めまして、五日市駅まで戻ってきましたけどさ、ここからはですね、ここから一つの動画にしてるはずですけどね、ということで四日市に帰りましょうということですね。五日市ライオンズクラブのあるところから四日市ライオンズクラブのところに帰ろうということですね。早速ですね、切符を買ってですね、四日市までですか、五日市から四日市ってのは1日分しか違いませんから1日で着くのが怪しいぐらいの距離ですけど、ということでね、ちょっと、あ、ちょうど緑の窓口あるんや、五日市駅は。切符買ってこっかな。これはお客様には大変ごめんなさいと言います。駐車場を着く場所まで間違いなく降りられておりますことを祈ります。トラブルみたいですね。何かしらでちょっと電車の、なんか気が倒れかかってるのがあって、それでなんかちょっと鳴ると遅れとかがちょっと出てるみたいですね。あ、これか。今度15時ごろ、遅れが出てました。楽の方ね。あの方は大野浦で折り返し運転。西鈴鹿の山田団地域なんちゃうんですね。山田団地いいじゃないですか。もう在来線で行きますもんで、ずっと行きます。そうですね。行かれますか？あ、今日から今から行きます。京都ずっと行って草津まで行って、でこっから草津線でこう関西方面行く予定でおるんですけど。わかります。じゃあこれで京都までは東海道で行って、わかります。そうですね。すいません。8,030円。これでお願いします。1万3,000円。はい。2,000円のお買い物。はい。今日からご利用開始の四日市ですね。はい。山陽本線東海道から草津線が。はい。ありがとうございます。ということで考えて。ではね、五日駅地域から四日市に帰ろうと思いますよ。やべえことになったんだこれ。さあ、それでは。それではね、五日駅から四日市まで行こうと思いますよ。見ての通りの状況です。よいしょ。通った。ということで、さあ、いざ出発と思ってたんですけど、なんかえらいことになってますね。なんでも倒木があって、それの撤去作業ということで、なんか遅れかけてるということで、まあ、幸先不安ですけどね、今日中につけるのかと言われたら、ちょっと怪しいですね。まあ、
有効期限は24日まで、明日もね、私休みなんで、いざとなったらね、ちょっと途中で止まって、というふうにしてます。一応本当はね、1回から4回だと希望を買おうかなと思って、そうするとですね、新幹線経由で買うとね、これ広島市内になるって分かっちゃったんで、在来線でもはね、ここから在来線でずっと行こうと思ってたんですけど、あれですね、広域切符になるんで、広島市内に結局この表記がなっちゃうんですね。もうね、ちょっと五日市駅で買いましたからね、今。ね。ここでとりあえずね、今から山陽本線、東海道線で、で、草津から草津線に乗り換えて、関西本線で、お参りとこうと思います。一番怖いのはこの草津線から先なんですよね。そこに間に合うかどうかですよ。多分間に合わない気がするな。もういざとなったら岡山か。岡山姫路あたりで多分ちょっと休んで、途中下車で休んでっていうプランになりますかね。どうでしょう。で、2番乗り場に停車中の電車は17時27分発、通岡山行きです。2番乗り場から電車が発車します。ご注意ください。どこかなかな、ちょっとしながら、福山まで来たんですね。福山ですね、ここからね、三原からずっと来て、福山からずっとまた岡山の方まで、岡山までは行けるはずですね。多分姫路まで行けるでしょう、今日中に。ってことでね、とりあえず福山で、雨でも立ったことですし、行きましょうか。
一応ね、簡単に説明するとね、まあ、四日市まで行きますよ。じゃあ、今日中に着くのかって言って、やっぱりこれ無理ですね。ナビタイムで見たけどダメです。じゃあ、ダメじゃないか、このチケットを木造にするのかって言ったらそうじゃないですね。まあ、ね、鉄道関係ね、もう詳しい方も、動画、本日は、鉄道詳しい方もいますんでね、もうその方々、ね、そんな皆様にはね、わざわざ言うことでもないんですけど、まあね、一般的にね、あんまりこんな長距離の切符を買わないんで、皆様に、お話をしておくと、まあ、これ四日市まで行きますと、ね、こうやってまで、これいわゆる普通切符ですよ、ね、乗車券だけですから、ね、特急券とかでもなんでもない、で、実はこういうやつの場合はですね、それでは今日に使い、ね、基本的に普通に乗る切符って当日しか無理なんですけど、実はね、こういった長距離切符の場合、これですね、21日から24日まで有効、つまり3日間有効なんですね。つまり明日まだ乗ることもできる。でも、じゃあ降りないといけないじゃないかね。ずっとホームにいるわけにもいかない。実はですね、そのあたりも考慮がされておって、実は、一定期間以上の、距離のものに関しては、この辺ね、よく隠しない駅で、下車前と向こうとかって書いてありますけど、つまり、これ、まあ、細かい説明はね、まあ、あれとしましても、要は途中下車はできるんですよ。ですから、途中で最後の、ね、夜遅くまで行って、そこで途中下車して、そこでちょっと止まるなりしてですね、でまた、翌日からその駅から乗るということができます。別のとこから乗ったりはできません、途中で下車をすることができるということなので、今回も、ですので、まあ、せっかくなんで、福山来ましたんで、福山で、まあ、ラーメンかね、なんか、ちょっとご飯でも食べて、でまた、まあ、岡山か姫路くらいまでは行こうかなという計算でございます。まあ、福山行きも当然初めてですね、来る。なんかちょっと構造が面白い。エレベーターを無理やり作ったのかなというのが分かりますけど、ずんだ売ってますね。ずんだ東北でしょうけどね、あ、そっか、新幹線もそうか、福山来てますもんね。新幹線乗り場がこっち、東京すごいですね。で、こっちが出口になってるんですね。で、こっちは、福塩線っていうのが走ってるんですね。これが、神鍋府中。トイレとかもだいぶ綺麗になってるんですね。あ、来れるんだ。まあ、飲食店街とかもある。ベルギーワッフルか、ドトールとかね。そう、福山駅の人も初めて来るわけです。本格カレーで、自転車駐車場、駐輪場ね。で、すごい天満屋、ポンとありますね。はラーメンも、あ、福山ラーメンか、近くからちょっと福山ラーメン。さあ、手っ取り早く駅前のうどん屋さんでお飲みラーメンを食べたい。あ、お飲みたい。福山ラーメンか、ね、福山ラーメン食べたら、もうだいぶ福山満喫しましたね、これで。あんまりね、長居もできませんからね、その時間も時間ですからね。うん、こんな感じか。福塩線、ここから冬行くのってこう長くないんで、で、まあとりあえずちょっとブラッとしてみましょうか。あら、福山も小型が多いですね。福山交通、山高特使、全部小型ですね。プリス使っとるんや。サンステ、あ、こっちにもラーメン屋さんあったんや。
仕上げ。ちょっと下手です。いろいろありますね。で、前の方がメイン通りになるのかな。普通の焼き鳥屋。なんなんでしょう。普通じゃない感が半端なかったですけど。そこら辺、なんか独特ですね。あまり聞かない名前のパーキングがいっぱい。ランドパーキング。金持ち。炙りチキンはね、こっちの方にもありますけど、結構いろいろあるんですね。へえ。地下道。やっぱうちの動画はね、地下道があったら入るっていうルールがありますからね。いつの間にかですけど、福山の地下道どうなんでしょうね。天井こんな感じになる。広い。めっちゃ広いな。へえ。地下とエレベーター。へえ、お手洗いとかもあるし。ここが天満屋グルメフロア。デパ地下か。へえ。あら間に合うのかな。早めに食べた方がいいでしょうね。へえ。じゃあ、ちょっと天満屋覗いてみよう。全然詳しくなくてすいませんけど、天満屋創業190周年記念でやってますね。あ、これ。29日からか。でも190周年ってすごいですね。さあ、ということでサンライナー来てるみたいなんで、これで帰りましょうか。まあ、さっきも撮ってませんけど、改めてこのサンライナーでね、帰ってこと思いますよ。できるのかな。ちなみに新幹線のエスカレーターはこうやってして貫通してあるんですね。面白いですね、この構造も。これでずっと上の方になって、上の真上に新幹線のホームがあるんですね。へえ。この電車は快速サンライナー岡山行きです。次は笠岡です。走行中、左右に揺れる場合ややむを得ず急停車する場合がありますのでご注意ください。This train is the rapid service Sunliner bound for 岡山. Next stop is 笠岡。上郡、佐用、大原、智頭、高原です。特急鳥取行きの最終電車です。お乗り遅れもないようにご注意ください。車内販売がありませんのであらかじめご了承ください。ご乗車は乗車券のお乗りに特急券が。さてと、ってことでね、岡山駅に着きましたよ。ただね、岡山に来るとここからどれに乗りゃいいのかわからないですね。ヤクモ、伊豆線の方にもね、まだ出る電車あるんですね。19時46分が鳥取で、稲葉が鳥取に行って、ヤクモが伊豆の方ですね。で、高本の方に行くバリナールもまだまだ走ってますし、アコセの手でね、さすがに行きませんから、山陽線で姫路の方に向かっていったらいいはずです。まあ普通ですよね、姫路駅もあるということなんですけど、
じゃあそろそろね、やはり今日中に四日市に着くのは難しいというか無理と、どうやっても、どうやってもというか、まあ、新幹線使えばいいんですけど、要は、乗車券が、ね、新幹線は経由しないように買ってますから、これは乗ることができません。さあどうしようかなということで、まあ岡山までは来てるんで、まあ姫路ぐらいまでは行きたいなっていうのがあるんですけどね、どうしようかなと思って見てたらですね、意外と泊まるところとか、そうですね、明日が祝日なので意外と結構ね、待っとるということでですね、さあどうしたものかな、駅前のところでちょっと探す、もしあれしたらもう岡山でね、うまく見つかればいいんですけど、それかもう姫路行って姫路にしようかな、どうしようかなと思ったんですけどね、まあ悩ましいところです。まあせっかくなんでね、途中下車もできるからということで、岡山駅を降りてみましたよと思って、さあこんな感じかな、とにかくねもうね荷物がね 何して重たいんでね、一回ちょっと荷物を整理したいっていうのも本音ではあるんですけど、夕飯のお弁当買ったのもどっかで食べたいんですけどね。いやーやっぱ岡山の駅も大きいですね。でもやっぱでかいですよね岡山も。まあ大きいホテルもいっぱいありますけど、さすが岡山やと思うのは、かばや、おはよう、おはよう牛乳ね、おはよう牛乳ね、私ね、あのおはよう牛乳のね抹茶アイスとね、あのピノみたいなね、ピノみたいなって言ったら元も子もないですけど、アイスがあるんですよね、あれがね好きでね、うん、あれのねおはよう牛乳のやつが美味しいんですよ。それよく買って食べますね。おはよう牛乳かとシャトレーゼのやつも好きですけどね、あのピノみたいなやつ。どうしような、姫路まで出ちゃいましょうかね。あ、そういえばここ牛タンの店とかあるんですよね。いやでも待って、あ、せっかくでちょっと行きましょうって言っただけちらっと見てきましょうか、うん、でもこの途中下車っていいですね。いろんなところに降りれるし、こうしているとそんなに飽きないですね。岡山って桃太郎とね、きびだんごのイメージしかないですからね、大変失礼なこと言いますけど、こんなところにカードキングダムもあるんです。岡山も小技なんですね。うわ、チケット売り場とか、あ、映画館か。こんなとこに映画館あるんや。何やってるんや。やってみて。ピッキーはやってるんですね。寿司カイト、美味しそう。あ、結構外人の方でいっぱいですね。やっぱしね、あっちに行ってしまうと。何これ、ニコニコニコラーメンパーク、いろんな各地のラーメンで、博多ラーメンやら北札幌ラーメン書いてありましたからね、炭で、中に、あ、なんか中がいろんな複合施設になってるね。めっちゃ綺麗。すごい。ラーメンパーク、いろいろあるんや。
すごい人です。なんて言うんでしょう、ニコニコなんかなってますけど、妖怪人、こんな感じでなってますね。伸ばす、パスカップとこう光るんですね。面白い、なんて思ってたんですけど、まあ流暢なピアノの音楽が BGM で流れてるわけですと、なんかおしゃれなところやなと思ったらですね、もっとびっくりしたのがその BGM ね、ただ単になんかピアノが置いてあって、そのピアノをね、なんか小学3年生ぐらいの子が、弾いておってって、めちゃくちゃうまかったですよ、びっくりした。そうですね、小学生であんなね流暢に、弾けるもんなんやなっていうね、でそういう感じのところを撮ってませんからね。まあでもなんかお母さんみたいな人が撮ってましたけどね。猿翁とかいろいろありますね。岡山も自然走ってますもんね。あ、ネットカフェあるやん。やっぱりネットカフェ使ってもいい気もするけど、まあネットカフェ使うんやったら8時間利用とかになりますからね。そう考えるとね、あ、まだ地下通路がある。それを考えるととりあえず姫路ぐらいまでは行っときたいですね。そしてなんか地下通路がありますね。いや今日は地下通路が多いですね。やっぱ地下通路があったらやっぱ入らないと。ここすごいですね、スロープになっとるんや。へえ。スロープはいいですね。うん、歩きやすい。でビッグカメラとかが直撃してるから、これもちょっと福山と勝るとも劣らぬ利便性じゃないですか。なんていうのこれ、オッケーウェイで福山さんっていう。あ、すげえ地下街や。あれも地下通路じゃなくて完全に地下街じゃないですか。この辺はキリンが強いんですね。岡山工場っていうのがあるんですね。すごい、あ、チョコレートの店とか、いや、すごい。あ、でも8時閉店かな。やっぱ閉まるところも多いみたいで。いやいやいや、これは完全に。もう立派な地下街、まあ、時間か時間ですからですよね、まあ、来た時間時間ですから。やっぱ岡山もすごいですね。ずらーってあるんですね、お店が。ロッカーなんかもあります。在来線の方行かんとな。何せ新幹線の切符を買ってないんです。在来線で行くしかないんですよ、四日市まで。とりあえず姫路ぐらいまで行きたいな。神戸まで行けっちゃ来そうやけど、でこんなに頑張ってもね、京都までにしとかんと。京都越えるとね、もう満室のホテルも何もないですよね。ただ京都に行っても明日祝日の京都で行ったら多分、ホテルや宿泊施設はおそらく地獄のような値段で、地獄のような混雑率でしょうから、それはやっぱしね、避けたい。そうするとやはり姫路ぐらいが、まあ、姫路もね、十分観光ね、名所ですからね。よいしょ、そうですね、ね、いいこと思ってきましたね。姫路城を見てきましょうよ。前回ね、姫路行った時はね、ちょうどまだ改修の最中でね、綺麗な白崎城のね、その、真っ白な姿というのは、見ることが叶わなかったわけです。ならばですね、今回ね、ちょっと見るのもいいですけど、よし、かんかったかな。あ、すげえ、いつも。お、
直接ですね。8時回ったところ、20時、あ、55分が行っちゃったところなんや。あ、次は27分。逆にもう暮れ逃したじゃないですね。20時27分狙いましょう。4番ホームだからこっちでいいな。来ますね。にしてもさすが、さすがという武器なんでしょうか。ああ、鉄直が多いですね。こっちにもキフ47系止まってますね。まあ、キフ47系はね、広島でも見ましたけど、国鉄やっぱりそこですね。岡山はまだまだ、うん、姫路まで行こうと思いますよ。で、さあ、後ろな、後ろ乗ろうかな。ピュンと行けるわけですけど、いや、もうそんな記憶はないです、おとなしく姫路で一泊しようと思います。姫路は2回目ですね。前に来たことありますか。前に来たことが車で来たんで、めちゃくちゃ車で来たんで、駅の中に入るのは初めてです。前はね、その車をパーキングに止めてこうぐるぐると散歩したりしてね、山陽姫路とこの、ね、JR の姫路の間とか歩いたことあるんで、勝手は大体分かるんですけどね。疲れた。とりあえず宿はね、予約は入れときましたんでね、とりあえず一旦宿に向かうと思いますよ。南降り場ってあるんやけど、乗り換え口やから、またこれ横浜まだ使えますよ。四日市まで行かないといけないですからね。だいぶ大阪に近づいたらこれで、ね、ここまで来たら、とにかくこの広島から姫路までを抜ければね、あとは新快速があるからなんとかなるでしょう。もう疲れた。もうここになったら姫路を見て帰るしかない、全く予定外ですけど、ね、まさかこれ4泊5日えらいことになりましたけど、さあ、とりあえず宿はね、地図は確認しましたんでね、でまあ、1回行ったところなんでね、ある程度土地勘がね湧きますんでね、よし行ってみようと思います。ちなみにね、今ね、西の宮の出身の、子によく怒られるのが、私よく姫路市、ね、姫路城っていう呼んでるんですけど、いや、イントネーションおかしいって、姫路じゃなくて姫路やってね、怒られるんですけど、ただ残念ながらね、この周りにね、姫路出身の方がね、いないもんで、まあでもね、彼曰くね、そりゃ西の宮に住んどる人間なんやから、わかるって。あら、ヒルダーメンなんだね。よいしょ。何？街行く職員、あなたもチャレンジャー、今なら賞金付き。なんか大盛りで有名なんかなと思ったら、燃えやすの写真、あ、燃えやすの置いてあるか、本当にあれなんですね。橋の山、燃えやすの、もうそれって安いな。いや、すごいな。ちょっと明日行くと出ようかな。こう大衆食堂、ほんま？ここもやっと思うんですね。とりあえず宿。
南口の方に行きゃいいんやって、こっちやの。綺麗になったな姫路も。しかし、よし、とりあえず宿を向かいます。